WBC 決勝日本代表3人アメリカ代表21日マイアミ日本代表がアメリカ代表を下し3大会ぶり3度目の世界一に輝いた MVP は二刀流で活躍した大谷翔平となった侍ジャパンは先制を許した直後の2回準決勝で逆転サヨナラ打を放った村上が右翼2階席へ特大の一発を放ちすぐに試合を振り出しに戻す さらに続けてチャンスを作ると、ヌートバーの内野ゴロの間に勝ち越しに成功した。先発今永の後を投げた2番手の都道は2イニングをゼロで抑える好投。その流れに乗るように4回岡本が左中間へソロを放ち、リードを広げた。投手陣は5回から小刻みなリレーでアメリカ強力打線の追撃を最小失点で抑えた。2点リードの8回はダルビッシュがソロ被弾しながら1点リードを死守。 最後は9回から登板した大谷翔平がトラウトを空振り三振に抑え、胴上げ投手となりゲームセット。劇的なフィナーレとなり、侍ジャパンが3大会ぶりに世界一にたどり着いた。侍ジャパン今大会の成績。日本時間。1次ラウンド。9日、日本8-1中国。10日、日本13-4韓国。11日、日本12チェコ。12日、日本7-1オーストラリア。 準々決勝16日日本93イタリア準決勝21日日本65メキシコ決勝22日日本32アメリカ侍ジャパン3大会ぶり世界一村上宗隆が初アーチ終盤はダルビッシュ U 大谷翔平のリレーでスター軍団アメリカ撃破 日本代表、侍ジャパンが、米国代表を撃破し、2009年大会以来、3大会ぶりとなる世界一に輝いた。侍ジャパン先発の今永、d n a は2回一死で、今大会絶好調だったターナーに先制ソロを被弾。それでも直後の攻撃で、村上が WBC 初アーチとなる同点ソロを放ち、すぐに試合を振り出しに戻した。 同点に追いついた打線は、さらに続く岡本は、巨人がウゼンダ、ゲンダ、セーブがサゼンダでつなぎ、中村、ヤクルトは四球で出て、満塁の好機を作り、先発のケリーを交番に追い込んだ。ヌートバー、例大イイリーグカージナルスは、2番手サワンループのツーシームに詰まらされて、一ゴロとなったが、その間に3層の岡本は、が生還。勝ち越しに成功した。 4回には岡本和がソロを放ちリードを2点に広げた一発をこそ許したが先発の今永が2回を1失点に抑えるとその後は強力な投手陣による系統で米国打線を封じた2番手の戸郷巨人は2回無失点3番手以降は高橋博中日伊藤日本ハム大勢巨人がそれぞれ1回を無失点に抑えた2点リードの8回にはダルビッシュ米大リーグパドレスがマウンドへ 一死からソロ本塁打こそを許したが、一回を投げリードを守った。一点リードの9回には、3番 DH で出場していた、大谷翔平、米大リーグエンゼルスが登板。先頭打者を死球で歩かせたが、続く打者を二頃閉殺に仕留めると、最後はエンゼルスの同僚でもあるトラウトから、空振り三振を奪い、最小リードを守り切った。侍ジャパンは、2009年大会以来、14年ぶりの優勝を飾った。 侍ジャパン、今永戸豪高橋博士伊藤大勢ダる大谷翔平最強投手陣で守り勝ち、栗山監督の狙い体験。ワールドベースボールクラシック WBC 決勝日本代表3、2米国代表、米マイアミ21日ローンデト・パーク。史上最強の侍ジャパン投手陣が、計7人の2失点リレーで逃げ切り、3大会ぶり3度目の世界一に返り咲いた。 代表選手30人のうち、東大二刀流の大谷翔平、米大リーグエンゼルスを含めて半数の15人。代表発表時に栗山監督が基本的に投手を中心に守り切って我慢しながら勝ち切っていくと話していた通りの形を、頂上決戦で体現した。先発は今永 DNA 北九州市出身。2回にターナーに先制ソロコスを許したが、その後のピンチで踏ん張り、最小失点でしのぐ力投を披露。 2回1失点で役割を果たした。2番手、戸郷、巨人、宮崎県、都の城市出身は、3回から登板。持ち味のフォークボールが、世界の舞台でも冴えた。トラウトから、得意球で、空振り三振を奪うなど、2回を無失点に封じた。3番手は、5回から登板した代表最年少、20歳の右腕、高橋宏、中日。西一二塁のピンチも、最後は、首位ワーバーを中飛として、ガッツポーズを繰り出した。 東京五輪の金メダルメンバーでもある伊藤、日本ハムは4番手で6回から腕を振り1回無失点。三者凡退の完璧な内容で流れを一切渡すことはなかった。5番手は大勢、巨人。最速159キロを誇るゴーラン死球と、ウゼンダで無視1、2塁としたが、後続を見事に断って、スコアボードに0を刻んだ。6番手は2009年大会で優勝した際の胴上げ投手でもある、ダルビッシュ、米大リーグタドレス。 今代表ではメジャー勢で唯一宮崎合宿から参加してチームをまとめた精神的支柱はシュアーバーにソロこそ浴びたがリードを死守した最後は投大二刀流でこの日も3番 DH でスタメン出場していた大谷翔平試合途中でブルペンに移動して投球準備を進める一方で打席が近づくとダッシュで再びベンチに戻るなど慌ただしい動きを見せながらもマウンドへ上がった ユニフォームに土がついた唯一無二の二刀流の姿で腕を振り、最後はエンゼルスの同僚トラウトを空振り三振に仕留めて締め、王座を奪還した。最終対決、大谷翔平 vs トラウトが、シゲノ・ゴロー vs ギブソン・ジュニアだと話題に現実で結果覆した。WBC 決勝、日本代表 vs 米国代表で、 9回2から大谷翔平とエンゼルスの同僚で米国代表の首相であるトラウトと最終対決が実現した。同対決が三田拓也氏による人気野球漫画メジャー。小学館野球ワールドカップ編での主人公シゲノゴロとライバルギブソンジュニアの名シーンに重なると話題を呼んでいる。メジャーでは主人公シゲノゴロが途中から日本代表チームのクローザーとして活躍。 決勝の相手アメリカはプロ野球選手だったゴロの父、本田茂次が死亡するきっかけとなる頭部支球を与えたジョー・ギブソンと息子のギブソン・ジュニア要する因縁の相手。延長16回までも釣れる熱戦が描かれ、最後の場面は茂野とギブソン・ジュニアの対決だった。試合後、ツイッターでは茂野五ゴロギブソン・ジュニアがトレンド入り。 大谷翔平対トラウトってもうこんなの、茂野五郎対ギブソン・ジュニアじゃん。トラウト VS 大谷翔平と聞いて絶対メジャー読んでた人なら、この二人が思い浮かんだはず。マジで、五郎 VS ギブソン JR。思い出でしたとの声が寄せられた。漫画では、茂野がギブソン・ジュニアのバットを折りながら、さよなら満塁ホームランを打たれ、アメリカに敗れたが、大谷翔平はトラウトを三振に切り、胴上げ投手となった。 現実の漫画が超えた瞬間である。ゴロー VS イブソンジュニアの結果が現実で覆ったのは感慨深い。しげの大谷翔平 VS イブソンジュニアトラウトで日本が勝つ世界戦だったなど、フィクション超えの展開に感動の声が寄せられた。